今日は読谷村の方に、南部農林高校の方々がちょっとクルチの木を寄贈するということで、あの村長室の方に伺っております。はい、それでは皆さんちょっと自己紹介、先生の方からお願いしてもよろしいですか。はいはい、お願いします。南部農林高校環境創造課の与那原拓と言います。はい、よろしくお願いします。お願いします。続いてお隣の方。はい、南部農林高校環境創造課3年川崎健太です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。南部農林高校環境課の石場東太です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。最後に南部農林高校環境課中村ゆずです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんは今日クルチの寄贈ということで、あの読谷村の方に伺ってるっていうふうに聞いたんですけど、そもそも読谷村にクルチを寄贈するに至った経緯っていうのは何がきっかけで寄贈することになったんですか。まあ、あの前任校なんですけれども、はい、中部農林高校の時にですね、はい、このクルチの森100年プロジェクトというものがスタートするということで、はい、その時に関わらせてもらったのがスタートなんですけれども、はい、で100年後の、まあ、このクルチを使ってですね、三線を作ってみんなで演奏するという壮大な、まあ、目標というか、とてもロマンがあるなということで、素晴らしい取り組みだなと考えてですね、農林高校で何かお手伝いできないかなということで、関わってきています。はい、なるほど。先生はじゃあこのプロジェクト自体には関わり始めて今回で何年目っていう形になるんですか。もう今年で7年目ですかね。ああ、クルチの森が1回目から。ああ、第1回目から、まあ、2年ぐらいあのちょっと参加しなかった年はあるんですけども。ああ、なるほど。南部高校に来て今いらっしゃる生徒さんたちと一緒にこのクルチの森のプロジェクトに関わり始めてからはじゃあ3年目ですね。3年目、はい。生徒さんたちは今回が初めてっていう形になるんですかね、クルチの森のプロジェクト。そうなんですか。どうですか、この三線を復活させる、三線の木をの復活をあの、まあ、考えながらこういうプロジェクトに参加されてると思うんですけど、どうです、実際に参加してみて。ちょっと、まあ、最初この僕たちの取り組み自体が、はい、三線の森プロジェクトっていうよりかは、うん、校内の課題研究の一環だったんですよ。ああ、そうなんですね。で、はい、その話がちょっと大きくなって、うん、まあ、こういう素晴らしい大きいプロジェクトに、あ、まあ、関わらせていただいて、まあ、僕たちね5人とも驚いてはいるんですけど、はいはい、ちょっととても光栄なことだなって思ってます。ああ、なるほど。大変ダブルオリン素晴らしい、取り組みをしていただいております。私も初めて分かったのがいくつもあってですね、本当にこれでも大一つまたクルチにね、いろんな深みが味わいも出てきたと思います。後で味わいもしてみたいですね。村長がおっしゃった通り、僕らが始めたことをこうやって細部、僕らが知らないことまでこう調べていただけるっていうのがすごくこう心強くて、で今あの村長もおっしゃいましたけども、僕ら知らないこともたくさん今日教えていただいて、いろいろ可能性も感じましたし、そういう意味で僕ら本当にあの思いだけでやってるもんですから専門知識もないしですね、その辺が歯がゆいところではあるんですけども、こうやって若い力と研究実績、これからもぜひいろんな資料とかあの提供いただいて一緒に進めていけたらなというふうに思いました。あとこの間人間ドックで僕あの血圧も下が高いぞって言われてちょっとこの今の血圧にいいっていうことを聞きました。ちょっと僕もクルチで再生したい